壁面に掲示できる花束の作り方です。まず画用紙を3等分に折ります。大体でいいです。次にここに丸く線を引いてハサミで切っていきます。これも大体でいいです。これで同じものが3枚できました。次に同じ大きさの画用紙を半分に折って、先ほどの画用紙をもとに正三角形を作ります。この正三角形の3つの辺に先ほど作った丸い形を貼っていきます。これを折り曲げると花束の包装紙の形ができました。今度はこれにクレヨンなどで模様を描いていきます。反対側にも同じように模様を描きます。一番上になる部分は内側に模様を描きます。包装紙のちょうど合わせ目になる部分に花を貼ります。お花のバランスを見ながら貼っていきましょう。包装紙の合わせ目になる部分に軽く糊をつけて貼ります。残っている画用紙で小さな三角を作り、持ち手をつけます。
ここに画用紙で作ったリボンを貼ります。リボンは少し折り目を入れると立体的に見えます。これで出来上がりです。花冠と一緒に作ると一層豪華になります。